昔々あるところに山に囲まれたのどかな村がありました。ちょうど祭りの季節です。威勢の良い掛け声が山に響き、村人たちは大いに祭りを楽しみます。色鮮やかな出汁も出て、いよいよ祭りは竹縄です。この村の祭礼に田の宮の里より招かれて参ったる神楽師団子兵衛。おかめやひょっとこの面をかぶっては巧みに踊ります。村人は団子兵衛の神楽が何よりの楽しみでした。やがて祭礼も終わり、にぎやかな声が夕闇に消えてゆき、あたりは静かになりました。どうもご苦労様でござりました。これは我々の寸志、お受けくだされ。団子兵衛さん、さあどうぞ。これはありがとう。さようなればこれにておいとまいたします。来年も来てくだされ。さようなら。気をつけて行きなされよ、団子兵衛さん。はい、ありがとう。いつしかとっぷりと日は暮れて、空に三日月昇る頃、団子兵衛山道をたどります。どこで道をたがえたか、行けども行けども山また山。田の宮の里は遠ざかるばかり。団子兵衛はだんだん心配になってきました。ここは噂に聞く暗がり峠じゃ。
その時、冷たい風がさーっと吹きすぎました。うわあ、足がすくむ。団子兵衛の帰りを寂しく待つ母親奥氏が息子を思っていました。せがれはどうしたんじゃ遅いの。暗がり峠が何の恐ろしいものか。時は草木も眠る牛蜜時。山寺の鐘がゴーンとなった。ああ、足音が小玉に響いて、団子兵衛恐ろしくなりました。怖や怖や、ああ怖や。クワバラ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 、お助けくだされ、お地蔵様、お地蔵様、ナム地蔵尊、助けたまえ、救いたまえ、この通りでございます。無事家に着けますよ。嫌じゃ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 、はあ、助けてくれ助けてくれ。はあ、おっと、どうしたものか。恐ろしい大蛇が顔を見せました。せがれは遅い。ああ、助けて。ああ、怖いよ。ああ、神様、仏様、助けて。うるさい、わめくな。おりゃ、いやい。お、わしより鼻が高い。おりゃ、一体貴様は何者じゃ。名を名乗れ。はい、私めは田の宮生まれの団子兵衛と申しまする者。命ばかりはお許しくださりませ。この通りでござります。お許しよ。なに、田の宮じゃと。何、タヌキじゃと。うん、タヌキか。タヌキなら化けてみせろ。さ、化けてみ。弱った。そうだ、さよならば化けてご覧に入れまする。お待ちくだされ。足じゃ。いかがでございましたか。どうかこれにてご勘弁くださりませ。お許しのほど。うん、よしよし、見事な化け方じゃ。命は許して使わす。ありがとうございます。やれやれ、これで一安心いたしました。そうか。時にタバコ一服いかがでござりまするな。どうぞ。いや、とんでもない。やめてくれやめてくれ、それだけは嫌じゃ。ダメ。なぜですか。身どもは世の中にタバコの矢にほど恐ろしいものはないのじゃ。貴様は何が恐ろしいな。言うてみ、世の中に恐ろしいものは。金でござります。金か。さようでござります。金のためには、金、親も子も兄も弟も
肉親同士が争います。醜い争いが起こります。金があだあだとなることがござります。それゆえ金が世の中で一番恐ろしゅうござります。そうか、金か。はい、よし。ばー、怖いよー、怖いよー、おっかー、怖いよー、おっかー、怖い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 、大変だ大変だ。どうしたことじゃ。大変だ大変だ、大じゃ大じゃ大じゃ。うるさいの、これ大変でござります。誰か来てくだされ。せがれが、せがれが。団子兵衛丼、一体どうしたのじゃ。団子兵衛丼、何となされた。そのように大騒ぎをして。まあ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 、聞いてくだされ。山道で恐ろしい大蛇が出たのじゃ。それはそれは大きな口。その大蛇目はタバコのヤニが大の嫌いなそうにござります。ヤニが苦手じゃと。変わった大蛇だ。はい、うん、そうか、よし。そのような大蛇目はヤニ攻めにして退治てしまえ。それがよい、それがよい。おい村の衆、大蛇退治じゃ、大蛇退治じゃ。キセルを持って集まれ集まれ。里人は手に手にキセルを持って駆けつけました。大蛇退治じゃ、大蛇退治じゃ。よし行こうか。団子兵衛も後を追います。それ大蛇よ、これでも食らえ。里人はキセルを大蛇めがけて投げつけます。それどうじゃ、それそれどうじゃ、どうじゃどうじゃ。これはかなわん、かなわんわい。くくく、苦しい。大蛇は苦しみ、稲妻を走らせ雨を降らせます。ひるまず里人はキセルを投げつけます。大蛇め、お前知ったか。それおのれ、悔しい。さすがの大蛇も弱り果てました。ヤニに倒されるとは無念。ついに大蛇は倒されました。喜ぶ里人。
大蛇を倒した。嬉しやな嬉しやな、大蛇を倒した。喜べ喜べ、嬉しやな嬉しやな嬉しやな。これ大蛇殿、人を殺めた天罰じゃ、迷わず成仏してくだされ、と団子兵衛。おのれ団子兵衛、こら、おのれ団子兵衛、よくも身どもの嫌うタバコの闇を人間どもに教えおったな。その偏方にはよいか、貴様の恐れる金を受け取れやい。それそれ。団子兵衛は大喜び、こりゃ小判じゃ小判じゃ、大金持ちになりましたとさ。